こんにちは、クレイです。今日は今からそして初夏まで使える長袖 T シャツのご紹介です。で、結構ね、こういうシンプルな長袖 T シャツを探されてる方いるんじゃないかなって思ったんですよ。で、長袖 T シャツを選ぶいろんな基準がある中で、例えば着心地が良かったり、使い勝手が良かったり、ゆったりしてるのが良かったり、ネックはこういう風なのがいいなとか、いろんな理想がそれぞれあると思うので、今回はクレイにある長袖 T シャツを3つほど、選ばせてもらって、それぞれの良さなどをご紹介したいなと思います。その中から理想の T シャツ出会えるといいなと思います。では最後までぜひご覧ください。ではまず一つ目はトリコの長袖 T シャツです。で、これは店頭でもまず長袖 T シャツありますかって聞かれたら必ずこれを紹介します。それぐらい万能選手で、皆さん気に入っていただいている T シャツになります。かくいう私、今これ着てるのも、ちなみにこれ脱ぎますね、トリコが、扱い始めてから買った T シャツで、かれこれもう4年以上になるのかな、着ている黒い T シャツです。こちらこういう感じですね。長袖 T シャツ、サイズは S サイズ着ています。こんな感じ でちょっとね、長くこう着すぎていて、結構ガンガン着てるから若干の色褪せ感があるので、そこはちょっと目をつぶっていただきたいなと思うんですけど、実際着ているのでその良さもお伝えできるんじゃないかなと思うんですが、まずこの T シャツの良さは本当に万能で、生地感が薄すぎず厚すぎず、本当にバランスのいい生地感なんですね。で、そのため1枚で着てもあんまり透け感が気にならないので、1枚でももちろん着れますし、例えばこの上にセーターを着た時にチラッと見えたりチラッと見えたりする長さのバランスもすごくあるので、旬な装いをしたい方にもこの長袖 T シャツはおすすめの一つになっています。で、見た目本当にシンプルなんですけど、意外にこういうシンプルな長袖 T シャツって探すとなかなかなくて、ネックが結構広がっていたりとか、丈が短かったりとかすることが多いんですけど、トリココムディギャルソンの長袖 T シャツは本当に万能選手ですね。で、ネックはちょっと詰まり気味になっていて、丈も程よく長めです。そして身幅も程よくゆったりしています。で、ちょっと個性があるとしたら、お袖幅がですね、結構太いんですよ。袖の長さも長いんですけど、この袖幅も結構幅が広いです。なんで脇ぐりも結構広めなんですけど、そのままの幅で取ってあるので、着た時にちょっとここがゆったりしているなっていう、個性がある部分はそこかなと思います。なので私も着た時になんかここだけちょっとタプタプしてるなって思っていたので、中に着る分にはいいんですけど、1枚で着る時にこうみたいなちょっとやぼったくなる人の場合は、ちょっとここをねくるくるって託すだけでその部分は解決できますので、万能で何でも合うようなものを選びたいなと思っている方はこちらおすすめでございます。今日私こちら着たんですけど、若干ガンガン洗っていくと若干縮みは生じるのかなっていうのがちょっと思いますので、私は S サイズを着ています。で、ゆったり着たいなっていう方は M サイズもいいと思います。私身長163センチで中肉中背です。で、1枚で着ようと思ったらやっぱりこうちょっとすっきりした方がいいから、こういうサイズ感で選ぶのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで1枚目は長袖 T シャツの万能アイテム、何でもござれの T シャツ、トリココムデギャルソンの長袖 T シャツでした。はい、では2つ目、もう着心地重視の方にはこちらのジチピさんのワッフルクルーネック T シャツです。こちらはメンズの、から出ているアイテムなんですが、この3という、サイズが女性のサイズにもぴったりということでおすすめしたいなと思います。これはね、着てびっくりでしたね。なんかパッと見たに結構メンズのアイテムなので、サイズ感とかどうかなとか、ちょっと男らしくなりすぎるかなって思ったんですけど、着てみてびっくり、本当にサイズ感ちょうどいい具合です。で、
こちら私グレーの色を着ています。サイズは3です。こんな感じです。脇はちょっとこうタプッとゆったり、ここがねフィット感がないのがすごいいいなと思います。こんな感じですね。後ろもこんな感じです。はい。でこちらの特徴はワッフルということで、ちょっとこうポコポコとしたデコボコした風合いになっていて、そのデコボコ感が肌に触った時にサラッとした肌あたりで、本当に着心地が良くてストレスが全くないなって思いました。で、裾のところは縫製はされてるんですけど、切りっぱなしみたいな感じになっているので、インナーとかに着た時も上に着る服の邪魔をしないなって思うのと、あと先ほども話したんですけど、この脇ぐりがここがこの腕に対して結構余裕があるんだけど、お袖に向かって細くなっているタイプですね。なので着た時に結構すっきりも見えるし、ちょうどこの部分で止まってくれるので、本当に着た時のここにこうもたつきがないっていうのもすごくいいと思います。襟の方も、クルーネックですっきりもしています。でやっぱり着心地の良さが本当に良くて、このワッフル地だからこそ吸湿性とかあと保温性とかもあるので、今の肌寒い時期にもいいし、初夏の時なんかにも本当サラッとした質感が重宝するんじゃないかなと思います。でインナーとして出てはおりますが、ちょうどいい生地の厚さなので1枚できても全然大丈夫です。でもちろんこの上にカーディガン着たり、ジャケット着ても家着感は出ないんじゃないかなと思います。かといって家着として使ってもすごく心地よく過ごせる1枚ではないかなと思います。はい、ということで着心地重視な方はぜひこちらのワッフルの、長袖 T シャツおすすめでございます。はい、最後3つ目はゆったりした着やすさを重視されている方におすすめなのがこちら、ベリテクールエッセコパンというユニセックスのラインから出ているクルーネックロング T シャツです。本当パッと見トレーナーかなって思う感じなんですけど、これはもう着やすい、見てわかる通りもたっぷりタプタプです。でちょっと全貌を、これはサイズ1を着ております。こんな感じですね。はい、ゆったりしておりますが、ここの裾の部分がリブになっているのと、お袖もちょっとリブになっているので、手首でちょうど止まるっていうのがすごい、ゆったりはしてるんだけど、このバランス見てこう止めることができるので、着せられてる感がないかなってすごく思うのと、あとやっぱりゆったりして着やすいって思ったら、やっぱこの身幅のところが重要ですよね。この脇の広さと身幅がどういう感じになってるのかによって、着やすいとか動きやすいとかって関わってくると思うんですけど、その辺は本当にもう完璧なぐらいすごくいいです。でネックの部分はちょっと広めのクルーネックになっています。なので首が詰まってるとやっぱり動きにくいとかいう方は、これぐらい空いてるものはすごく動きやすいんじゃないかなと思います。で、素材感は高密度に織られたコットンで、肌に直接触れた感じはちょっとねひんやりサラッとしている感じなんですね。なので冬は中に何か1枚タンクトップとか T シャツとか入れてもらっても全然邪魔にもならないし、今からの季節はこうザクッとこうジャケット羽織っていく分にもすごくかっこいいなと思いますし、初夏夏前とかもこれはね多分着れると思うんですね。やっぱりオーバーサイズで体にこうピタッとくっつかないのと、肌に触った感じがなんかシャリッとすごくねサラッとしているので、ベタつきが全然ないので、これ1枚で着てもらっても爽やかに過ごせるんじゃないかなと思いました。で私が着てるのがサイズ1、マネキンさんが着ているのがサイズ2になります。結構ねたっぷりしているので、サイズ感は好みで選ばれてもいいんじゃないかなと思います。なんかよくスキニーパンツとかを履いてかっこよく着たいなっていう人は、結構オーバーサイズかっこいいんじゃないかなと思いますね。はい、
では最後はゆったりした着やすさを重視したい方はぜひこちらの、ロング T シャツチェックしてみてください。ということで今回は長袖 T シャツをこの3つを選んでご紹介させてもらいました。結構長袖 T シャツ探されてる方多いと思うので、あこういうの欲しかったなとか、あこういうのクレアにあるんだなって思ってもらうといいなと思います。ぜひ参考になれば嬉しいです。はい、では最後までご覧いただき本当にありがとうございます。こちらの商品の詳細は下記の概要欄に掲載しておりますのでぜひご覧ください。そしてチャンネル登録、いいねボタンもしよろしかったらお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。